赤崎神社は、伊勢神宮、というけ大宮宮の末社伊勢神宮を構成する125社の内三重県、鳥羽市に鎮座する唯一の神社である。鳥羽市内にある、伊勢神宮に関係する施設としては、赤崎神社の他に、神宮五陵風具調整所が、国崎町にある。地元では、赤崎さんと呼ばれ、うぶすながみとして親しまれる。鳥羽市を南北に流れ、 鳥羽湾に注ぐ鴨川の川口付近にある3階の傾斜地中腹にあり、国道167号沿いの鳥居をくぐり、石段を登ると本殿に到達する。神宮略記や、志洋略史などの資料にも、現在地に鎮座していた旨が記載されている。社殿は、神明作りの板吹で玉垣に囲まれている。社殿の立つ地の左には空き地がある。ここは、 以前の社殿があった地とされる。祭神は、荒崎姫命。鳥羽湾内の海岸から下空に奉納する、鬼江祭主の守り神とされる。神前神社と荒れ前神社に祀られている、荒舞姫命は赤崎神社の祭神と同じ神で、あり、竹林佐野の命の子、瀬尾律姫の妹である。研究年間の、高大神宮年中行事6月15日に英会神事の祭りには、 ワール氏、赤崎、カブラコ明神を祀ると記されていた。飛ばし主義館の赤崎神社の孔には、創建に関する記述はない。赤崎神社の現関の鎮座地は、島国の領域に属し、伊勢国渡来郡にある、伊勢神宮の所管する神社がこの地にあるいわれはなく、伊勢、島両国の境であったみを喜び川より北側に、あるがた神社が、赤崎神社の旧社地だったとする説がある。 現在は崖の中原にあるが以前は海浜にあったとされる。江戸時代には前殿があったが、今はない。赤崎祭当日の朝勤の様子赤崎祭は、毎年6月22日に開催される赤崎神社の祭り。祭り当日の天候は、雨が多いと言われているが、夏の到来を告げる鳥羽を代表する祭りとして、鳥羽周辺や鳥羽沖の離島、島市磯部町を中心に、 多くの人が訪れる。2010年には約8000人の人出があった。浴衣祭りとも言われるように、祭りの当日は浴衣姿の老若男女が訪れて賑わう。赤崎神社から近鉄島線中野郷駅にかけての道には露店が並び100軒以上になるという。2004年の祭りからは1916年創業の豆腐店。 工事屋が豆乳ソフトクリームの販売を始め、女性や子供を中心に、店の人の手が健承円になるほどの客が買い求めに来るという。祭りの日には、月次祭の神事が境内で営まれ、数警戒により神社の入り口で旧域から採取された杉の小枝が売られる。旧域の小枝を取り去る者が多かったことから、和活与えが始まったという。この小枝を吊るしていた家では、 病気が流行した時に感染せずに助かったという言い伝えがあることから各家庭の玄関に吊るす習わしがある。孫民信仰の異業の一つであると考えられている。ありがとうございます。